お疲れ様ですまあ YouTuber の定義って考えたらねこの定義って考えたらね本当にねキリがないのとそもそも YouTuber はこういうもんですよっていうふうなどっかのお墨付きの定義っていうのは永遠に出てこないと思うんですよですんであの定義はもう自分でね思うだけでいいのかなとだから商売ってまあこととさらに自称だと思うんですよその顕著な例がね今日は2つあるんですけども1つはね中古車屋さんの例なんですよ まあ中古車屋さんその中古車屋さんは月に1台売れるかどうかっていうふうな綱渡り商売をやってるんですよね、えー、当然赤字なんですよ維持費はもう数百万かかりますからねで車が1台売れたところでリザーって5万とかそんなもんですからで中古車の転売ですから売れるまでずっと経費がかかるんですよねで在庫もしっかり持っておかないと選択肢が少なければお客さん入らないですから結構きつい思いされてるみたいなんですよ でもその人は毎日そういった現状とかを YouTube でライブ放送したりとか動画を作ったりとかずっと放送していると、まあ、割と広告収入上がってるんですよねでその広告収入が高い間っていうのはそれによって会社は維持されていたんですけども、まあ、広告収入なんてそんなに下がるわけじゃないですか今は広告収入そんなにね何十万回再生をどんどん出してもとてもじゃないけども会社の経営とか自分の暮らしを賄うほどにはなってないらしいんですよでもおかげさんで YouTube でいろんな中古車屋さんの裏事情とかそれからあのビッグモーターのこととかねああいったことをずっとね中古車屋さんのあるあるとか裏話ことかでずっと発信していくとやっぱりそこに信用が集まって遠方からオイル交換に来てくれたりとか会いに来ましたとか言ってねお土産持ってきてくれたりとかそれから実際に中古車をちょっと買い取ってくれとかねそれから新しい車を あんたの見立てでちょっと持ってきてくれみたいなのがあったりとかして、あの徐々に商売になってきて、今度はね、あのユーチューブの収入はないんだけども、ほとんどないんだけども、まあ車に関係の保険が取れたりとかで、なんとかね、あの身を立ててるらしいんですよ。そう考えていくと、その人はユーチューバー自称ユーチューバーなんですけども、稼ぎの軸が 一時は YouTube からの広告収入だったんだけども今 YouTube による知名度を生かして元通りの車屋さんやってるみたいな感じでね結構移ろい、えー、続けてるんですよねでメンバーシップやってみたりとかオリジナルグッズ売ってみたりとかなんかそういう形でねうんまあ変遷を遂げていくんだろうなと思いますねうんあとはねあのバイクですね ここも中古車バイクの転売をやってるところでメンテナンスも多少やるんだけども基本的には持ち込みメンテナンスってやってないらしいんですよ自分の、うん、売ったバイクに対してはメンテナンスは有料で受け付けるんだけどもあの自分が売ったわけでもない人のバイクってのは基本的にやってないとでそれをやり出すとどっちでも自分のお店で買ってない人の持ち込みが多くなっちゃって自分のお店で 買っっててくれたバイクのメンンテナンスが後回ししになってしまうからもう基本的に私は自分の売ったバイクのメンテナンスはするけどもでしかも出荷した責任もあるし記録もあるんであのメンテナンスがしやすいらしいんですよでそういったところはバイクに乗り換えるときとかバイクを降りるときって大体買い取りも持ってきてくれるんでまあ一旦在庫をお客さんのところに預けておくみたいな感覚で非常に管理しやすいらしいんですよねで信頼関係もできるしでそういったことをずっと放送していくとあのー 今度バイク買う時はあなたの店で買いたいってことで、えー、バイクも売れ出したってことなんですけども基本的にはそうでもしないとバイクなんて売れないしその新車をずらーっと並べていくみたいなこともできないんで本当に小さな会社で在庫台数が常時20台以下みたいなバイク屋さんっていうのは、まあ、そういうふうにやって信頼関係を作っていってバイクの保険を取ったりとかあの自分のところから買ってくれた人のバイクのメンテナンスで、えー、安定収入築いていくとかしないとダメだよみたいなこと言ってたんですけども基本的にはね 何十万回も再生されている動画をもう5年も10年も上げてるんですよ。で、駆け出しの頃はバイクの動画が珍しかったんで広告収入で赤字の店を埋めていたんだけども、今は完全に YouTube の収入じゃなくって、あの、長い間積み上げてきた自分の会社で買ってくれたバイクのメンテナンスとか保険料でやってるみたいなこと言ってましたよね。だから売り上げの主体がどん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 移るんですよね。まあ、そう考えていくと、YouTube を 一部でも使っていれば YouTuber とも言えるし YouTube をもうめちゃくちゃ一生懸命やってるんだけども、収入がちょろっとしかなかったらそれも YouTuber とも言えるしまあ自分がね何を名乗るかってことなんですよねでそこで肝心なのが社会が YouTuber ってものを職業として認知してるかどうかなんですけども今となってはもうされてますんでねだからめんどくせえなと思ったら YouTuber ですって言ってきゃいいんじゃないですかで一つの側面としては会社の代表をやってますって言い方も分かりやすいと思うんですよ だからどれを持って目の前の人の分かりやすい職業として名乗っていくか肩書きとして名乗っていくかじゃないですかね。で細かいこと言ったらねそんなの YouTuber じゃないよみたいなことを言う人もいると思いますけどそういう人は YouTube についての造形が深いんでちょっとまあね細かいことはあの話し合っていきましょうかみたいな感じで,でそれはそれでまた楽しめると思いますんでね。うん、だからやっぱね自分が何者であるかじゃないですか。あの生活っっていうのももいいらっしゃいますけども 生活保 YouTuber ってことは生活保護費がメインであって YouTuber の収益はほとんど出てないってことですからね YouTuber の収益が高くなっちゃうと多分生活保護は終わりになっちゃうんで、うん、だから生活保護 YouTuber なんてねちょっとねなかなかね時代を移した言葉じゃないかなと思いますね